なんとですね、たわしさんがブレイキンダウンにオーディション出たっていうね。そうですね、なんか結構映ってましたね。おにぎり、そうですね、おにぎりがメインみたいな。勉強はどうなんですか、勉強は。始めました。もちちチャンネル。さてさてやっていきましょうかな。なんとですね、たわしさんが Breaking Down にオーディション出たっていうね、のあったんで、そちらをちょっとね、聞いていこうかなと思いますね。オーディションに出るっていう話は聞いてはいたんですよ、実はね。てか前にさ、映ってるよね、Breaking Down のなんか映像にちょこっと映ったりしてるんですよ。これ前のやつなのかな、今回のやつなのかな、それにまた応募したってことなの。ちょっとたわしさん聞いてますね。一体どういうことなんじゃい。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、たさん。お疲れ様です。いやー、どうなんですか。どうなんですかってなんですか。いや、ブレイキンダウンの聞きましたよ。あ、ブレイキンダウンですか。はい、なんか、まあ、コメント来てて、たわしさんがおにぎり食ってブレイキンダウンのオーディションに出てるんですけど、どういうことですかみたいなコメントが来て。そうですね。オーディションに出るってことは、まあ、知ってはいたんですけど。あ、知ってたんですか。ま、だって前言ってたじゃないですか。一回もう映ってるんですよね、だってね、前の。あ、それ昔、はい、かもしれないです。はい、昔のやつで。で、はい、また出たいみたいな話はしてたじゃないですか。それで。あ、そうでしたっけ、うん、昔は書類審査で落ちたってことですか、じゃあ。そうですね。じゃあ今回は書類通ってってことなんですね。そうですね。なるほど。ただ、まあ、オンエアされるかはわからんみたいな。あ、なんかオーディションの動画も公開されてて。うん。そこには出てますっていうぐらいかな。ああ、本線は分かんないけど、オーディションの動画自体はもう映ったんですね、はい、じゃあ。あら、じゃあそれは映像をちょっと貼っとかなきゃ。貼っていいですか、あれって。バッチリ映ってましたか。そうですね、なんか結構映ってましたね。喋ってるとことか、まあ、昨日公開されてみて、あ、はい、こういう感じになってるんだって思いました。おにぎり食ってるシーンは出たんですか、はい、おにぎり、そうですね、おにぎりがメインみたいな。おにぎりがメインだった。僕っていうか、もうなんかおにぎりが一人で転がっていった感じ、本当に。何それ。見てもらえば分かるけど、じゃあリンク貼って、ちょっと写真ぐらいしか多分ここに映さないと思うんですけど、ね、2回とも一応動画としては残ってるわけ。はい、動画、そうっす。1回目はほんとチラッと映っただけで、はいはい、今回は、まあ、そのオーディション会場の映像は結構映ってましたね。今回のはコメント来てました、もうたわしたみたいなのは。ブレイキングダウンの、そう、ブレイキングダウンの方では。そうです、僕というよりやっぱおにぎりがコメントを集めてましたね。おにぎりが。じゃあやっぱり芸人の時に鍛えた笑いのセンスで、はい、いや笑いのセンスっていうか、もう何もただそのままの素でいくのはちょっとどうにもならないなと思ったんで、うんうんうん、おにぎり持ってきました。それはどうやって思いついたんですか。なんとなく米尾さんいるじゃないですか、はい、はいはい、米尾さんがいて、うん、で、まあ、米尾さんと試合決定みたいなイメージになれば嬉しいなと思ってたんで、嬉しいと思ったんですね。なるほど、はい、おにぎり持って行ったんですけど、うんうん、まあ、米尾さんがいなくて、そもそも米つながりで行ったのに、いなかったんだ、なんてこと。そうですね、そこからちょっとよく覚えてないですね。あー、もう出ました、あのジャッジメントの時と同じ、覚えてない。よく覚えてますね、森田さん。記憶にすごい。ジャッジメントの時も言ってましたからね、記憶にない、はい、なんか、すいません。だからイメージしてたものとは違う感じで、はいはいはい、言ったけれども、はい、でも使われるくらいの、そうです、おにぎりが使われてる感じです、本当に。見なきゃ、僕も。もうおにぎりが使われてるってどういうことなの。コメント欄からまずちょっと見てみてください。なるほど。コメントはやっぱおにぎりに対してのやつがすごい多いってことですね。そうですね。こんなことは想像しなかったですね、僕は。それぐらい残したわけですね。おにぎりが。爪痕。そうですね。大喜利はできないけど、おにぎりはできたと。おにぎりは頑張って、まあ、作り出しました。はい。やっぱ確かに、あんなでかいものをね。そうですね。なんかその会場におにぎり頬張ってたらなんかあるんじゃないかなっていうのも、やっぱり絵的なインパクトっていうか。うんうん。いや、面白いな。それは面白いですね。まあ、そうですね。まあ、わかんないです。まあ、梅干し入れてましたもんね、ちゃんとね。あれはやっぱ腐らないように。はい、ちょっと暑かったんで、はいはいはい、持っていきましたけど、それぐらい他の人たちの目に留まったってことですから、作戦勝ちですよ。作戦勝ちなのかもう分かんないです。たわしっていうのは出てるんですか、ちゃんと。あ、たわしは出てます。お、まあ、一応自己紹介と、うんうん、なんか最初やっぱりオーディションのもう空気自体が結構
ピリついてたりして、うんうん、まあ、なかなか多分全部ねカットされてしまうみたいなこともあるのかなみたいな感じで、うんうん、まあ何かせっかくね出れたんだから何か残そうっていう感じでやりました、うんうんうん、すごい。ブレイキンダウンはいつから出ようと思って、はい、まあ実はね動画で多分言ってるかカットしてるか分かんない、そうですね、朝倉みくるさんの動画を見るのが好きっていうのはね、はい、だいぶ、あ、昔そうですね、昔言ってましたもんね、息抜きで見てましたみたいな、はいはい、結構ブレイキングダウンが始まる前から朝倉みくるさんのチャンネルは見てましたね、はい、そうそう言ってたんで、そういうくだりあったんで、はい、そこからの憧れみたいな、はい、ところはありますね。東大受験からね憧れみたいなの言ってたんで、格闘技やりたいみたいな、鍛えてますみたいなのはね、いろいろ、そうですね、まあまあ結局ちゃんとはできてないですけど、この体鍛えたりとかはしてましたね、はい、こういう感じで今はじゃあ鍛えてるんですか、はい、体は今もそうですね、筋トレはやってますけど、ね、うん、まあそれはでも健康を維持するというか、うんうん、そういう意味合いが強いやつで。勉強はどうなんですか、勉強は。勉強はまあ英検とかをやってるぐらい、やっぱりその、はい、まあまあ生活費稼ぐっていうことで、うん、そっちがメインですね、まず。あ、それが大変ですか。はい、やっぱり東大はね、うん、行きたい気持ちあるんですけど、はい、その行った後もやっぱりね、勉強とか忙しいと思うんで、時間も取られますし、うん、やっぱり働きながらやるってなるとね、結構もうその傷の状態が永遠と続くんじゃないかっていうのがあるんで、うんうん、まず何かちょっと生活安定させてから行くにしてもっていうふうに考えます、うん、今はやっぱり英検は1級を引き続き目指していくという、はい、そうですね、次回もまた受けようと思ってます。あ、なるほど。準一は目指してない、はい、準一はもしかしたら受けるかもしれないですけど、うんうんうん、ダブル受験ね、はい、ダブル受験もできるんですよね、うん、わかんないです。ただその受験料2倍になるんで、どっちかしようと思います。めちゃめちゃ成功いかんない。お金があるわけですね。まあそうですね、もっかやっぱりそれが整わないとどうにもならないなっていうところ。勝負しますか。じゃあの合格したらあのマリモみたいに受験料上げる、はい、あ、そういうのあったんです、はい、で合格したら、不合格だったらあの倍払わなきゃいけないみたいな。いや、きついっすねそれはまあ受けるのがあれかもしれないです。ちょっとすいません、うん、いろいろ。なるほど。じゃあ英検の勉強、英語はやってると。英語やってます、はい。他は全然ですか。他はもうだいぶ忘れてますね。まあ、ちょこちょこやってる部分はあるんですけど、うん、本格的にやっぱ受験生としてやってるって感じじゃないんで、うん、なかなかね東大目指してますとは言い切れないというか微妙なところですよね、うん、まあ、普通の受験の常識で考えたら1年でね頑張って道に勉強して受かりますっていうのを続けていくと思うんで、うん、英語自体は何をやってるんですか今は。英語自体はもう英検1級に向けたものをですね、まあ、単語とか、まあ、前回弱かったのがやっぱ単語だと思ったんで。デタ単やってますか。デタ単やってます、うん、なかなかやっぱ覚えても忘れます、継続やってます、うんうん、はい、うんうん、いや、量がたくさんありますから、うん、たくさんやんないと思う。そうです、たくさん、もうあれは特化してやんないと点取れないかなっていうふうに思いました、うんうん、なるほど、それをやってると。あとはもう本当英検の作文とか。作文そうですね、ちょっと一旦ブレイキングダウンの対策してたんではい、作文そうですね、あとまあリスニングとかですかね。ああ、そっかそっか。多分リスニングとその単語が良ければ一時は受かったかな、うん、まあでも英作文もあれは割と得点あったんですけど、なんであんな得点高かったのかよく分かんないですね。マリモよりも高かったですからね。そうですね、まあ、手応えと全然違ったっていう感じですね、うん、あれは。なんでなんでしょう、本当不思議でしたけど。じゃあそういう感じでやるわけですね。そうですね、まあとりあえずでもまあバイトがメインという感じですね。バイト自体は建築系のをやってる感じですか。建築というか、まあそれとお弁当屋さんとか。ああ、はいはい、お弁当屋さんみたいな。あとはまあ日雇いのやつを毎年間に入れてみたいな感じです。歯医者の生活でしたっけ、なんでしたっけ敗北生活。敗北生活だ、そうそうそう、はい、敗北生活楽しんでます、はい、楽しんじゃいけないな。まあ喜びを見つけながら敗北生活をしてます、ね、はい、なかなかね編集も大変ですけど、見ていただけたら嬉しいです。はい、なんでここらでねちゃんと宣伝しとかないとっていうのがあるんで。ありがとうございます。田橋さんのぜひ見てください皆さん。お願いします。貼ってありますので概要欄に、はい、お願いします。僕だからそれで電話しながら串カツ食ってましたんで。あ、ウーバーのやつですか。そう、ウーバーで串カツ食ってたんで、まあ、そうですね、ちょうど今腹減り飯食べてなかったんでしょ、はい、もうすぐ12時ですけど。あ、忘れてますよ、夕日飯。それぐらい、まあ今はブレイキンダウンのね、その動画出て、だって登録者とかバーンとか増えなかったんですか。いや、やっぱり YouTube って難しいですね。あ、そうなんだ。ブレイキンダウンのオーディションに出ても僕のいろいろ、まあそのあれが甘かったのもあると思うんですけど、うんうん、まあ昨日上げたらまた違ったんでしょうけど、今日映像映ってるっていうのが。ああ、そうなんですね。編集してやった感じですね。うわー、それもったいないですね。まあまあだいぶ違いますよね、うん、
森手先生が一番多分ご存知だと思います。はい、知ってますね、そういうの。はい、はい、もうスピード感すごいですから。スピード命ですから、はい、うわ、そうなんですね、わかりました。じゃあ、はい、応援してますんで、ぜひ。すいません、引き続きお願いします、はい、その本戦見れるかどうかわからないですが、楽しみにして。わかんないですけど、はい、はい、ということでお願いします。じゃあ、ということで、田橋さんも勉強もしてるということで、はい、また、じゃあ、いろいろとお話、はい、お伺いに行くと思いますんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ということでした。こんな感じで、田橋さんも頑張っていますので、ぜひともね、田橋さん応援してあげてください。英検、また応援しようと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。テキボコチン。